内津臣は、飛鳥時代から平安時代初めにかけて置かれた役職で、律令政治家では、両下官に当たった。歴史上4名が任命されているが、いずれも藤原氏出身である。天皇の最高顧問で天皇を擁護して、政務の起用を掌握する大臣に匹敵する官職であったが、 常設の感触ではなく、その触症はその時々に応じて、全く違うものであった。最初である、中富の鎌足六は、645年木の富の変で、蘇我宗家が滅亡した後に認じられ、中野大江の王子を助けて、文武百官の上に立って、政治の中枢を担って、大化の改新の遂行に当たった。木の富の変の当時、 鎌足の出身である中富野氏は、朝廷の神儀を司さどっている名門の家柄ではあったが、政治的実績では、蘇我氏や大友氏、安倍氏などと比較すると一段をとっており、制度上の進化中最高位である、左大臣、右大臣に中富野氏出身の鎌足をつけることは、古くから、朝廷の政治に関わってきた豪族の反感を買う、可能性があった。 そこで特別に、内津おという役職を設けて、鎌足りが、政権中枢に参画できるようにしたのである。なお、鎌足りの死の前日に特に鎌足りに大職官を、授けて、内大臣とされている。二人目は鎌足りから見れば、孫にあたる藤原北家の初代、藤原ふ崎である。721年、元明条項が、重体に陥ると、 孫である皇太子、首巫女の後見役を期待されて、警戒な以外、順直思考にあたる役として任命された。当時の藤原四、家と、長屋オーラ行進との対立の中で、皇太子即位への道筋をつける目的があったとも、言われている。房崎は、参義として、大上官では決して高い地位にあるわけではなかったが、天皇の象職を、 直接報じて内外に向けた伝達、実施の手続きを、大乗官、中塚佐昌に代わって遂行する権限を有すると、同時に、受動と練り量を掌握して、時には、大乗官を牽制する立場にも立ち得た。鎌谷とふささが、皇太子に近似して国政に従事したことは、間違いないが、当時の内つおみと、政府中枢との関係性については、不明確な点が、 多く、むしろ独立した権限を有した政府の顧問官の立場にあったと考えられている。また、ふささきの内津おみが、皇太子即位と共に目的を果たしたものとして、任を説かれたものなのか、ふささきの死去まで在任していたのかについても意見が分かれている。三人目は鎌たから見れば、早尊ふささきの老いにあたる藤原指揮家の藤原義継である。 771年左大臣であった藤原長手が病死すると、吉継が藤原一族の中心となって公認天皇を補佐する立場に立ったものの、吉継は過去に兄である藤原広継の反乱による連座と自らが大友やかもちらとくわだってた藤原中丸暗殺計画によって二度官職を剥奪されたこともあって出世が大幅に遅れ。 中納言でしかなかった。そこで、公認天皇は義次を大納言を経ずして、任命資格のない内津臣に任じて、大臣と同格扱いとして、大上官の一員として配置し、名実もに政府中枢に置いたのである。また、当時和役として、同族の長老である右大臣、大中富清丸がおり、清丸を、 大上官の簡易序列を筆頭としての地位を保持したままで、吉次に大上官の失勢を司さどらせる構想の上にあったと考えられている。6年後、その功績に報いるために内津尾身を鎌たりの例に習って、内大臣と改め、正式に医療下官として位置づけられた大臣職となった。最後は、 公認天皇の側近でふささきの五難にあたる藤原、宇尾名である。778年前年に死去した、内大臣、吉継の死を受けて任命されたもので、宇尾名自身は、すでに大納言であったが、大中富清麻呂の存在は依然として変わらず、吉継の政治的立場の延長上にあったと、考えられている。宇尾名の任命後1ヶ月も経たずに、職名は、 中心と解消され、翌年にはウオナも、また内大臣に任命されることになった。これを最後に内大臣という感触が定着することになり、内津臣は、大上官の定員外の大臣である、内大臣へとその性格を大きく変えた形で、自然消滅することになった。なお、朝鮮半島の高栗でも不違い素分が内津臣に、認じられ、 くだらの左兵職の筆頭を、内津尾左兵と称した例があることから、朝鮮半島の完成を参考にした説もある。ありがとうございます。